覧の皆さん、こんにちは。今日は MTR のアイランドラインでケネディタウン方面へ、セントラルから2駅のところにあるサイミンプンという町に香港っぽい麺を食べに行こうと思います。改札を出ましたら C 出口を目指します。サイミンプンは急勾配の坂がある町で、今回のお店は坂の上の方にあります。出口を間違えるときつい坂道を登ることになるので、ぜひ C 出口をご利用くださいね。エレベーターに乗って地上に出ました。こちらはボンハム道です。地図を見ていただくと分かるんですが、ボンハム道は結構山手の方にありまして、地下鉄ができてこの出口からサインプンを散策できるようになって、かなり体力の温存ができるようになりました。右手にセンターストリートのエスカレーターが出てくるので、下っていきます。ビルの間に海が見えます。ビクトリアハーバーです。その手前にトラムが通るデブーロードがあり、そこから急な坂道がずっとここまで続いているんですね。あっという間にハイストリートに到着しました。ここを右手に曲がるとすぐにお店があります。ハイストリートの様子です。エレベーターを置いてきて少し進むと、こちら今回のお店インゲイミン側があります。ではお店に入っていきましょう。店頭の張り紙によると、このお店のチャーシュー麺が雑誌に取り上げられていたみたいですね。こんな感じでそんなに広くはない店内です。そしてこちらがメニューの様子です。だいたい40ドル前後で、スープ麺の豆乳とスープなしののみ、他にも茹で野菜やトッピングだけのサイドメニューなどがあります。毎度おなじみグズグズの広東語で注文していきます。チャーシュー、トッピング、あ、うさい、チャーシュー、ママミ、はい、先生、はい、牛头，系，后面加个黄汤，加黄汤，加炸黄汤，系，系好。よかった。叉拉面，羊头面。通じた。そして厨房では牛のあばらや蜂の巣などが大鍋で煮込まれています。チャーシューも並んでますね。麺を茹でてお野菜とかチャーシューを切っている様子です。汁麺と揚げワンタンと蜂の巣麺です。このチャーシューアウラントンミンですか、日本で見かけるチャーシューと違ってお肉の周りがちょっと赤く色づいているのが香港のチャーシューの特徴です。そしてこちらがチャーワンタンアウトントンミン、インゲイミン側の名物のもう一つ揚げワンタンです。名物っていうことなんで、ぜひ食べようと思ってチョイスしました。まずはこちらチャーシュー牛あばら汁麺から食べていきます。プチプチとした個性的な歯ごたえの香港の麺、ヤオミンがとても美味しいです。そしてこちらよく煮込まれて柔らかい牛のあばら肉です。おすすめのトッピング、そしててんこ盛りのチャーシューです。日本のチャーシューに比べてちょっと甘めで、このスープにもぴったりで、絶対に注文してほしい絶品のひと品です。続いてこちら左側に乗っているのがザワンタン、揚げワンタンです。結構大ぶりですよね。
チノスです。コリコリした食感が面白い具材です。焼肉屋さんでホクホクして食べたことぐらいしかなかったんですけど、こちらもよく煮込まれて美味しいです。はい、というわけでインゲーミン側の様子をご紹介しました。香港の麺といえばワンタン麺だとたくさんの方が思い浮かべると思うんですが、私的香港ナンバーワンの麺といえばこのインゲーミン側のチャーシューあばら肉麺なんですよね。さて、このサイインプンという町は特に観光スポットっていうわけではないので、ただ麺屋さんに食べに行く目的だけで足を伸ばすにはちょっと時間もったいないなと思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら周辺の地元の人たちに長く親しまれている小さなお店がいろいろあったり、麺を食べ終わったら坂を下りながら街歩きするのがおすすめです。お店の近くには手作りのエクロ屋さん、セイロ屋さん、エクソーザのお店、チリソースの専門店なんかもあったりしまして、これらのお店は今後の動画でも紹介していけたらいいなと思ってます。ということで、サインプンは街歩きするだけでも楽しくて、まだ残る古き良き香港の街の様子を楽しむことができるんで、ぜひ行ってみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ハーチンギンラ、バイバイ。